始まりましたモーターゾーン TV、 今回はウラルさんの特集です。はい、以前もねご紹介したと思うんですけれども、はい、1941年に創業してね、うん、もうなんと80周年になるということで、そしてね2022年モデルにこう変わったということで、ちょっとね楽しみな展開が待ってるんじゃないですかね。ウラルさんのね、うん、サイドカーってなんともね目立ち度ナンバーワンっていう感じですもんね。ね、ロシアなんですけどね、どんな風に変わったんだろう、うん、はい、そしてね今回ね、はい、なんと SNS だったりとか YouTube だったりとかで活躍するお二人の女性ライダーっていうんですか、はい、レポートしてくれるということで、これも楽しみなんですよね。初登場、はい、楽しみ、ね、早速じゃあ見てもらいましょうか、はい、VTR スタート。皆さんこんにちは、バイク女子サオリンこと奥沙織です。カスミンこと田原かすみです。本日はウラルジャパンさんに来ています。今日はウラルの解説と、なんと実写ができるということでやってきました。お、試乗ができるということですな。そうなんです、うん、では早速中に入ってみましょう。じゃあ、わ、楽しみ、今日はウラルジャパンの社長プラドさんにお話を聞きます。よろしくお願いします。こんにちは、ウラルジャパンのプラドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう早速めちゃくちゃかっこいいバイクがあるんですけども、うん、ちなみにこのウラルっていうのはどこの国のメーカーになるんですか？ロシアです。ロシア、はい、このバイクの歴史を教えてください。そうですね、今年はちょうど80周年、1941年からずっとサイドカー付きのバイク作ってるメーカーです。だから昔は、はい、まあ、軍用車として作り始めて、うん、で、まあ、今はもう一般の、車両になってるんですけども、軍隊の ルーツがまだ残ってるんですね。だから、まあ、ミリタリーカーもまだ残ってますね。そうですね、こうアーミーな感じが、ね、そうですね、だから昔は本当にアーミーのもんだったんですね。このレトロな感じがすごいかっこいいですよね。まあ、デザインはもうその80年間の間もう そんなに大きく変わってないですね。中身は、まあ、もちろん全部変わってきましたけど、デザイン性がまずすごいですよね。まあ、このバイクは結構のカスタムされてるバイクですけれども、うん、まあ、実はうちの社員 あのプライベートのバイクだから、オーダーメイドですよ。ウラルって結構いろいろカスタムできるんですよ。もう工場でカスタム、作業できるんですよ。だからカスタムカラーでもオプション、付けとかもいろいろできるんですよ。だからこれは結構いじってます。カーレリングも普通のカラーじゃないですね、これカスタムカラーです。だから結構、まあ、レトロっぽいカーレリングですね、うんうん、ちなみにこちらが 2WD、 これは 2WD のモデルです、うん、こちらこれは 1WD のモデルです。だからパッと見たら、うん、一緒じゃんって見えると思うんですけど、うん、1WD の方がタイヤも小さいですし、でサイドカーのフレームが違うんですよ。だから全体的に低くて広いです。で、一番大きな違いはファイナルドライブがつながってないですね。だからこちらモデルの方がファイナルドライブがあるんですね。で、サイドカーの位置とサイドカーのフレームの、形が違うんですね。だから、1WD の方が、重心が低いですね。だから全体的に一般の街乗りの方だったらこっちの方が乗りやすいですね。 2WD のモデルはもう結構スタンダードでいろんなオプションついてますし、で2WD になってるのでオフロード結構走れるんですね。だから世界一周でももうそのままできるんですよ。なんかね、もう見るからにすごい走りに安定感がある感じがするんですよ。タイヤも太いし、あとこの溝がね、完全にもうオフロードもゴリゴリいけるようなスタイルというか。そうですね、まあ、完全にオフロードタイヤじゃないですけど、まあ、デュアルパーパスのタイヤですね、うん、だからオンロードでもオフロードでも走れるんですね。この車両ですね、まあ、まずカーレリングですね。で、あとライト、スタンダードじゃないですね、このスタンダードは四角のライトですけど、これ丸いライトついてるんですね。で、このシートとか、これはウラルのオプションアクセサリーですけど、昔ながらの形してるシートですね。シートのカバーとか、このカバーとかで、このキャリアですね。だからこれの上にいっぱい荷物詰めるんです、ね、そういうことか。で、トランクもあって、トランクの中もいっぱい詰めますし。何人乗りですか？モデルによりますね、はい。基本的に 1WD のモデルは2人乗り、2人乗り、で 2WD のモデルはスタンダードで3人乗り。この車両はもう
スタンダードシートがついてるんですけど、わあ、で、すごいね、ベンチシートついてて、で、2人乗りのシートですね。なるほど。バイクのこのエンジンがすごいむき出しなんですね。まあ、水平対向エンジンですね。なかなか珍しいですね。珍しいですよね。こういうエンジンのモデルもなんか昔から昔からずっとその形が変わってないですね。もちろんエンジンの中身全然、まあ、昔と違うんですけど、でもあの水平対向の空冷のエンジンはなかなか珍しいですね。ちなみに新しくなったパーツってどういうところがあるんですか？そうですね、まあ、あの年々にいろいろ変わってきてるんですけど、インジェクションになってて、でそれは景品性で、あのブレーキはブレンボですし、で、あの2022年モデルから大きく変わりますね。これは2021年モデルですけど、来年のモデルから、まあ、あのヨーロッパはもうユーロ5、規制になってて、でその規制に適合するのにいろいろ変わってきたんですね。だから、今度入ってくるモデルは、まあ、エンジンもエキゾーストシステムも全部新しくなります。今までのウラルはあのマフラー2本出しですけど、2 in 1システムになるんですね。あのマフラー1本だけでアッパーマフラーになるんですね。今まではマフラーが結構下にあるんですけど、まあ、これであのオフロード入ると結構当たるんですよ、石とかですね。で新しいモデルはもうあの、1本出しで上アップマフラーになるんです。で、まあ、エンジンもいろいろ大きく変わるんですね。要は、まあ、ユーロ5の、規制に適合している空冷のバイクってもうなかなかないですよ。なんか見た目がクラシカルなイメージなのに中身はめちゃくちゃ最新っていうのが、まあ、あの最新ですけど、まあ、それでもだいぶシンプルな作りですね。だからあの、なんていう、あの自分でいじれるバイクですね。結構の今のバイクってなかなか自分でもいじりたくてもなかなか触れないじゃないですか、うん、でもこれはもういろいろできるんですね、うん、まあ、もちろんあのこれもコンピューター、ついてるので、だから、まあ、インジェクションシステムはなかなか触れないですけど、うん、でも、まあ、全部鉄ですし、だから付けたいアクセサリーあったらもう穴開けたら何でも付けるんですよ。1台いくらぐらいするものなんですか？そうですね、まあ、あの新しい2022年モデルは250万円ぐらいになるんですね、税込みで。あ、なんか私もっとすると思った。ちょっと思ってたより、まあ、あのバイクとしては高いと言われるかもわからないんですけど、サイドカーとしては逆に安い方ですね。だからあの後付けのサイドカーじゃなくて、もともとサイドカー付きのバイクとして作られてるもんなので、まあ正直あのお得ですね。そうですよね。このステップみたいなの、これキックスターターです。だからもちろんちゃんとしたセルも、ついてるんですけど、キックもついてます。だから両方いけるんです。左側思った、右じゃないんです。そうですね、へ、まあ、あのこれ右速車なので、でキックは左側。あ、実際にどういう方が購入されるとか乗られてますか？うん、そうですね、まあ、割とあの幅広いんですけど、うん、最近若いお客さん多いですよ。平均年齢はまあ30前半ですよ。だから結構の 2,30 代の方ほとんどですね。で、あの最近10代の方からのお問い合わせ増えてます。まあ、やっぱりあの今もキャンピング好きな方も多いですし、でサバゲー好きな方も多いですし、サバゲー多い。あの、あと、まあ、あのバイクの免許を持たなくても乗れるバイクなので、それも強いと思います。そうか、車の免許だけで乗れるってめちゃくちゃ大きいですよね。そうですね。何になるんですかこれは？まあ、あの免許だけ車の免許ですけど、でも全体的扱いはもうバイクと一緒です。だからあの税金もあの大型バイクと一緒ですし、高速道路料金もバイクと一緒ですし、なんかそれ完全にいいとこ取りですよね。そうですね。免許は車でいいのに車高証明はいらんし、うん、もうバイクと一緒の税金やし。そうです。すごいね、楽しみしかないね。うん、いいでしょ。どうですか？最高ですね。めっちゃ買いたくなる。それはでもちょっとまず乗ってみないと ね、 乗ってみないとね。乗ってもらいましょうか。いいんですか？もちろん、ぜひ。いやー、ほんとかっこいいですね、ブラド。おいおい、そっち。いや確かにね、ブラドかっこいいけどね、バイクもかっこよかったよね。そうね、武骨な感じで ね、素敵でしたよね。いや、うん、まあ、冗談はさておきね、うん、あの1941年誕生して、うん、80年
いやすごい、デザイン変わってない、うん、いやもう本当に、ね、軍用機としてね登場してからずっと歴史を感じますね、はい、であのラインナップとしては、うん、CT とギアアップの2つがあるんですって、うんうん、そうなんです、CT は、はい1WD ということで大型二輪免許、あ、うん、こちらがないと乗れないということなんですけれども、はい、なんとねギアアップの方は 2WD2、うん、つのタイヤがね動くので、はい、うん、なんとミッションの普通自動車免許があれば運転できるとか、あ る, あ, る あ, るあ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 る、姉さん乗れるんですよこれ、なんかすごい魅力的、そうでしょ、乗れちゃうんだ、うん、バイクの免許じゃなくて、 そしてデザインなんですが、うん、80年前と変わらないって言いましたけども、もちろん進化はしてるんですよね。そうなんですよ、これね2022年モデルは、はい、ユーロ5の排ガス規制、うんうん、こちらをねクリアするっていうねモデルになってるんですよ。あ、そうですよね、うん、バイクや自動車にとって、うん、この排ガス規制って年々厳しくなって、うんね、戦いのようになってますからね。そうですね。でね、あとねやっぱりブレンボのブレーキだったりとか、はい、フューエルインジェクションだったりとかね、はい、あの本当に今の装備がしっかりついてるんだけど、はい、キックスターターがついてたりとか、あ、そういうねちょっとねあの僕みたいな古いバイクが大好きな人にもちょっと胸震えるような装備もね残してあるんですね、うん、で本当色もそうだけどね、はい、本当にねレトロ感というかね、おしゃれなんですよ ね、 ね。続いてもウラルさんの特集です。はい、先ほどのお二人がね、はい、今度は実際に CT とギアアップに試乗してもらって、もう普段ね多分ね二輪をバイクをね乗ってらっしゃる二人なので、はい、それがサイドカーになった時にねウラルをどう感じるのかっていうのもね見応えありますよね。そうなんですね、うん、あのサイドカーってバイクとは違う乗りこなし方が必要っていうことでしたから、はい、普段バイクに乗ってるお二人がどんな感想を持ったのか、うん、そしてウラルサイドカー、うん、気になる方にとってはもう要注目ですね。はい、見てもらいましょう、はい、VTR スタート。ここまで私サイドカーの横乗ってたんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいですね。気持ちよかったね。いや、高速でこうさーっと風にこう、あ、いいでしょ、高いみたいな。でも笠井さんは全然うまいですね運転は。いや思った、私横乗っててこれ怖いんちゃうかなと思ったけど、安心感すごかった。嬉しい。ちょっと気持ちよすぎて普通に運転できましたね。よかった。いやとはいえですよ、今から今山道行くじゃないですか。そうですね、ちょっと山道でこうやっぱコーナーとか来ると思うんですけど、うん、そうですね、サイドカーはまあコーナリングのやり方はまあ普通の二輪車とまあ違いますね、うんうん、どういった感じで行ったらいいですか。そうですね、まあ、あのまず右と左のコーナー違うんですね。右走車なので、うん、左に曲がる時にまあ割と安定感があるんですよ、うんうん、だけど右に曲がる時にまあ自分スピード落としてゆっくり、うん、コーナーに入ってもらった方がいいんです。スピード出したまま右コーナーに入るとサイドカーが浮いてしまう可能性があるんですよ、うん、それはまあサイドカーの特徴なので、普通に走ったら絶対浮かないですけど、うん、まあ調子乗ってスピード出したままあの右コーナーに入ると浮いてしまうんですよ。まあ浮いても別にあの全然コントロールしやすいですけど、でもあの初めてだったらまあ怖いですから、パニックだったらまあ危ないので、ゆっくり右コーナーはゆっくり入りましょう。右は特にゆっくりで試してみますか。ちょっとよし、緊張しますわ。大丈夫です。じゃあ早速行きますか。行きますか。おっしゃ、山道緊張するよ、牛がない。おー気持ちいいね。楽しかったね。お疲れ様です。めちゃくちゃうまいですね。ありがとうございます。全然スムーズにできたんですね。どうですか、難しかったですか。いや、コーナリングすごいね、最初はこうぐっと力入れて運転しちゃってたんですけど、うん、まあ、乗れば乗るほどこう、あ、意外と力かけずに乗れるんだなって思いましたね。でも全然もうびっくりしたんでしょ、もう全然スムーズに
綺麗にそうなんですよコーナーできてあお前なと思っていやありがとうございます隣乗っててどうやった横割り乗ってても安定感すごかったから、うん、やっぱ運転してたらこう運転に集中しなあかんけど横ってこう景色を楽しみながらこう運転してるのを見れるからまだ多分全然違う楽しみ方やと思う、うん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 、どうやって運転してていやねでも確かに言ってたように左カーブはやっぱすごい安定するんですよ、うん、ですね、はい、で右カーブはどうせやっぱこうね浮くのがこう心配と言いますか、うん、その分やっぱりしっかりスピード落とさないと、ね、なんか不安定になってしまう、先のスピードで絶対浮くことはないんですけどね、うん、でもだいぶ右と左の感覚違いますね全然違いました、うん、やっぱり右カーブの時はこうグッとなんかこう G かかる感じがね、うん、そうですねありましたねでも慣れたら逆にそれが楽しくなりますねこれって2WD の状態とはまた違うんですか、このモデルは 2WD ですけど、はい、切り替え式ですねだから、うん今はずっと外してる状態で走ってたんですねだから本当に悪い道、まあ、雪道とかドロドロの道に入るときに、うん、もう 2WD に入れ替えて、うん、でガーンと走ってでまた 2WD の状態にしたらすごいパワーがあるってことですねそうですねトラクション力だいぶ上がるんですけど、うん、でも曲がりにくくなるんですなるほどもうストレートしか走れないって感じですねいや乗りやすくて楽しかったですなんかねか振動がちょうどいい振動でなんか振動っていうより鼓動を感じるっていうのがすごい気持ちよかったです結構ガタガタしないでしょごちゃごちゃせえへんことびっくりしました、うんそうですね、もっとなんかわーってなるんだと思ってもう結構しっかり動いてるので運転任せてるからこその安心感としっかりこうアトラクション感覚で楽しめるのはある、うんうん、いやちょっと味わってみたいちょっといや私の運転やとチェンジちょっとお願いしようかな任せてじゃあそしたら今度は 1WD の CT のモデルに乗ってもらいましょうかよしよしなんか速ないなんか速ないあーこんなん曲がれんのこんなん曲がれんのうわーうわやっぱりほんまにさっきプラノさんも言ったけど確かにちょっと気抜いたら右側に寄っていっちゃう今なんか一生懸命クラッチをこうパンクラにしながら登っておおあなるほどねなるほどねそうそう右確かに右の方がなんかほんまに浮きそう絶対浮かへんって分かってるけどでもなんかこう遠心力というかやっぱ右がついてるからっていうのもあって筋力を感じるからブワーンって行ってまいそうな感じはするそう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 これねハンドルの重さが調整できて、うん、まあ女性やったりちょっとこうまあ何ハンドル操作がしんどい、まあ、肩張って入れたらいけんねんけど難しい場合全然火力も重くもできる自分に合わせてなんか今すごい軽いから私でもハンドルがこう動かしやすい状態逆に言ったらこれがその安定しにくいって人は重めに設定するっていうのもありかもねこれ2時間3時間走っても絶対疲れへんと思うねや楽しかったね楽しかったお疲れ様ですお疲れ様ありがとうございますどうでした私の運転ヒヤヒヤしましたっていうのはまあ最初だけでまあ多分一番緊張してたのはこっちだと思うんですけどまあ一応全然大丈夫だったんですね大きな事故とかもなくてなんでやねんめちゃくちゃ上手かったと思ってんねんけどいやでも最後でもほんまにすごい上手かったなんかね途中からバイク側が私に寄ってきてくれた感じがしたなんかハンドル操作最初はちょっとこうおーおーって感じだったんやけど、うん、途中からすごいこうそうですね最初はもうポーズで緊張が伝わってきたんですね、うん、でだんだんもうあ慣れてきてるなってちょっとにこやかになってきたかなみたいなすごい楽しめてくれたすごいねなんかアップダウンのある道やったんですけど、はい、すごい楽しそうに乗れたのと、うん、楽しくなれました本当にサイドカーの方はどうだったんですかサイドカーの方は程よい振動、うん、こうなんかこうあえてこう振動楽しめるっていうのが速車の楽しみかなっていう、うん、もっともっと険しい道行っても楽しめるなって思いました今日はちょっとこうね、うん、ゆっくり安定感のある走りをしたんですけどもっとこうなんかうらるらしいかっこいいワイルドな走りとか見ようと思ったらどこ見たらいいんでしょうか、まあ、いっぱいありますよおまずまあうちもうらるジャパンのオフィシャル YouTube チャンネルありますから、はい、いろんなまあ雪道走ってる動画とかオフロードイベントでもう
ドロドロの道を結構もう激しく走ってる動画とかいろいろ載ってますので、うん、ぜひ見てみてください。ちなみにバイク購入したいって思ったらどこ見たらいいんですかね。まあ、まずあのウラルジャパンのホームページから、うん、まあ、見ていただいて、うん、であのホームページにはあの販売店とか、うん、いろんなあの情報とかアップしてるので、とりあえず、まあ、あのウラルジャパンのホームページからスタートですね。なるほど。ウラルが気になったらまずホームページホームページ見てからご来店ですね。そうですね。え、試乗とかもできるんですか。そうですね、うちの販売店ではもう試乗できます。いやもうでもね、こんな楽しいバイク今もうすごい人気広まってるけど、うん、もっともっといろんな人にこの楽しみをしてほしいよね。ね、まずねみんな乗ってほしいなと思いました。そうですね、これ、うん、まあ乗ってみないとわからないですね。このスリル満点でなおかつこう安心感もあるバイクってなかなかないと思うんですよ、うんうんうん、もうそれをね今日はしっかり教えてもらったんで、もうこの楽しさをみんなに知ってほしいと思います、うん、今日はありがとうございました、ね、ありがとうございました。いやもうとても楽しそうで見事な走りっぷりでしたね。楽しそうでした ね、 ね、いやあの思った以上に振動がまあね、うん、少ないっていう、あれなんかガン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 ってなりそうじゃないですか。なりそう、うん、でもまあなったらあんなにね流暢に喋れない、もう噛みまくっちゃうとあ全然全然ってなっちゃうと思うんで違う意味で事故っちゃうっていう本当におっしゃる通りで安定してましたよ ね、うん、ねいやサイドカー側にね乗っていてもなんかあの、うん、思ったより振動を感じないっていうことが ね、 ね、良かったなって思いますけれども、あの本当バイクって重心をこう倒して、ま、曲がっていくんですよ、はいはいはい、まあ、操縦をね、なんですけどサイドカーっていうのはもうハンドルだけでこう、うん、操作するのでもう全然違うんですね、はい、うん、でそれでさらに自分がバイク、そして右側にサイドカーついてますよね、はい、うん、でまた右折するとき左折するときってまた全然違うんですよ操縦性が。お二人とも、うん、なんか右に曲がるとき、うん、左に曲がるとき違うってね、うん、言ってましたよね。言ってました、うん、あの大型バイクのね、うん、ドロドロっていうねエンジン音がまた迫力ありましたね。ドドドド、あれでも水平対向エンジンのねエンジン音ねかっこいいんですよ、うん、お二人とも余裕を持って運転されてましたね、うん、そうですね本当にね、うん、まあ、サイドカーって、立ちこけの心配ないじゃないですか。バイクだとゆっくりだとやっぱこうね、そうですね、クラクラこうグラグラ来ちゃうところがもうどっしりとしてるんで、うんうん、本当林道とかね何が落ちてるか分かんないところでも安心ですね、うんうん、そうなんですよ。二輪だとねやっぱマンホールにで滑っちゃったりとか、ブレーキをね急ブレーキで滑っちゃったりとか、でも本当にこのサイドカーウラルは、うん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 、あの転ぶということがね基本ないので、そこも安心ですよね。さてやっぱりあのさすが軍用で使われていたっていう、うん、そういうウラルですけれども、はい、これはですねあのホームページとか YouTube ではもうこれぞウラルならではの走りっていうのがね、うん、披露されてるそうなんです。お、見れるんですね。はい、だから気になるという方はぜひチェックしてみてはいかがでしょう。はい、さあそろそろエンディングです。いや今回ねまたね、はい、ウラルの走ってる姿ね、うん、これお届けできてねすごい良かったと思うんですが、実はこれ2回目なんですよね、うん、そうなんですよ、うん、バイクの免許がなくても乗れるということで、そこは本当に魅力的だと思います。はい、これまだまだね、なんだろうこの乗り物っていうかね、もう本当特別なこうサイドカーっていうものもっと触れてもらって、でぜひその例えばソロキャンプ楽しみたいなとか、あ、いいです ね、 ね、あの今回人乗ってましたけど、うん、あそこ荷物を積んでね、いろんな装備を積んで自分の行きたいところに出かけるっていうねライフスタイルにしてもらったりとかね、すごい提案できると思うんですよね。ワクワクが広がります ね、 ね、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、うん、さあそろそろお時間となりました。次回もぜひ楽しみになさってください。それではごきげんよう、さようなら。 Prepare yourself. The time has come. Are you ready? Well,Let's begin. This is Motor Zone.
ZONE。 モーターゾーン TV はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。